こんにちは、キテミツパワーです。よろしくお願いします。今回はタイアップ企画ということで、欧米で大人気のアスレジャーブランドジムプラスコーヒーの商品紹介コーディネートをご紹介していきたいと思います。まだ日本に上陸したばっかりということもあって、知らない方が多いと思うんですけど、ヨーロッパにはもう結構お店とかもあって、その他の国ではオンラインショップが上陸していってるという感じなんですけど、もうここ数年人気でもう定番になりつつありますけど、アスリートとレジャーを組み合わせた、まあアスレジャースタイルですね。今回トレーニングとかスポーツとかちょっとしたお出かけにも使えるウェアをトータルコーディネートでご紹介していきたいと思います。まず1点目がこちらです。ジムプラスコーヒーのジェットブラックパーカーです。価格が 13,080 円で、カラーがブラックの、サイズは僕 XL サイズを購入しました。一応サイズ S から XXL まであります。素材はコットンとポリウレタンでできてます。まずパーカーなんですけど、このブランド特にパーカーに力を入れてるそうで、もう世界一のパーカーブランドを目指してるそうで、スポーツとかトレーニングとか、まあ室内でも着れるような感じのパーカーになってるんですけど、まず素材感結構収縮性があって、すごい着やすそうな感じです。スポーツするときとか家でリラックスするときに快適に着れそうな生地、厚すぎず薄すぎずという感じです。表面つるっとしてて少し光沢感があります。ちなみにタグこんな感じです。フルジップで結構首の高さもあって、割と大きめのフードがついてます。フードはドローコードついてて、内タグこんな感じです。袖は動きやすいようにラグラン袖になってて、左腕の部分にはブランドロゴが刺繍で入ってます。この刺繍の感じ高見えしてすごいいい感じです。そして袖口リブになってるんですけど、親指通せるように穴が開いてて、リブで手の甲まで隠れるようなディテールになってます。そして両サイドにはジップ付きのポケットついてて、これ外で運動するときとか、まあ、実用的にもすごい使えそうです。で、裾口なんですけど、リブじゃなくてパイピング仕様になってて、ナイロンジャケットみたいな感じの仕上げになってます。少しゴムで絞れるような感じになってて、バックスタイルの裾はブランドロゴが、これもワッペンで入ってて、ワンポイントデザイン効いてていい感じです。全体で見るとこんな感じです。ちょっと着てみる前に先に T シャツとパンツ全部紹介してからトータルでコーディネートしてみたいと思います。続いて2点目がこちらです。ホームラン T シャツです。価格が5720円で、サイズは L サイズを購入しました。素材はコットンとポリエステルとポリウレタンでできてます。七分袖のラグラン T シャツ、1枚でもインナーでも着れそうなアイテムなんですけど、ちょっとクラシックなベースボール T シャツのような感じで、素材はすごいソフトな感じで、やや薄めという感じです。首元少し広めで、まあ、ラグランスリーブの、袖は黒の切り替えになってて、袖口こういった感じ七分袖になってます。襟元も黒になってて、左胸にはブランドロゴがプリントされてます。裾に向かっていくと結構丈長めで、裾はこういった感じです。続いてパンツご紹介したいと思います。続いて3点目がこちらです。ブアジョガ 2.0 です。価格は9810円で、サイズは L サイズを購入しました。素材はポリエステルとポリウレタンでできてます。すごい軽い感じです。結構テーパードの効いた、もうザ・ジョガーパンツみたいな感じなんですけど、素材感これも結構ソフトな感じで、すごい収縮性効いてます。もう楽ちんに履けそうな、なおかつ、まあ、ジョギングとかスポーツで使いやすそうな素材感です。ウエストゴムになっててドローコードついてます。そして両サイドサイドポケットついてて、後ろにはちょっとポケットついてないんですけど、フロントのポケットの少し下あたりに小さくブランドロゴが入ってます。そして裾に向かっていくと、まあ、これが一番の特徴、僕のこの選んだ決め手になったんですけど、膝から下あたりのサイドにこんな感じで白いラインが入ってるんですけど、これすごいデザインのアクセントになって、さりげなくデザイン効いてていいなと思ってこちらをチョイスしました。そして裾に向かっていてかなり細くなってて、裾口はこういった感じです。裏側はこんな感じでゴム効いてます。あともう1点、ブランドロゴ入りのソックスも一緒に合わせてトータルでコーディネートしてみたいと思います。僕は身長178cm の 70kg に、このパーカーが XL サイズで、パンツは L サイズを着用してます。めっちゃいい感じじゃないですか。サイズがそれぞれワンサイズちっちゃくてもよかったかなという感じです。やっぱ海外サイズかな、日本サイズよりワンサイズ気持ち大きめかなと思います。もう着心地めちゃくちゃいいです。もうまさにアスレジャーブランドということで、ほんとそのまま運動に出かけてもいいし、室内で過ごす時とか、まあ、ワンマイルウェアとかに使ってもいいんじゃないかなと思います。まあ、デザイン的にもおしゃれでも、さすがヨーロッパのブランドということで、なんかデザインの雰囲気的にも、このサイジングの雰囲気的にも、まあ、どこかなんかヨーロッパブランドっぽい雰囲気かなと思います。なんか日本のブランドとかアメリカのブランドにはないような感じの、もうさらっと着るだけでちょっとおしゃれな雰囲気が醸し出せます。まあ、特にこの刺繍のブランドロゴすごいいい感じです。で、フードも割としっかりしてて、今ドローコードで前リボン結びしてるんですけど、まあ、もちろん取ってもいいし、ちょっと寒くなって外を散歩する時とかこう被ってもいいと思うんですけど、フードもサイズ感しっかりあって、
あと実際着てみてやっぱこの首元結構高さがあるんで、特に今から寒くなって秋冬とか全部締めて首元まであったかいんで、外散歩する時とかも良さそうです。そしてこの特徴的な袖口なんですけど、運動する時にちゃんと手首まで守ってくれて、見た目的にもなんかすごいいい感じです。そしてパーカーなんですけど、前開きでもちろんこんな感じで羽織で着てもいいと思うし、まあ何よりあとスポーツの時とかにランニングとか外で運動してて、僕も毎朝運動してるんですけど、だんだん体温まってきて暑くなるんで、暑くなったらこんな感じでもうちょうどいいですよね。七分袖でこれ1枚で着るのもいいと思います。最近こういうラグランの七分袖ってあんまり見なくなりましたけど、僕若い時よくこういうの着てたんですけど、改めてこれデザイン的にやっぱかっこいいなと思います。ただこのインナーもそうなんですけど、 L サイズですけどやっぱ結構丈が長かったんで、細身のパンツと合わせてお尻隠したりしてもいいと思うんですけど、これもワンサイズちっちゃくてもよかったかなと思います。そしてこの特徴的なパンツなんですけど、これも他のブランドにありそうでないデザインで、まあ、なんといってもこの白いラインが特徴的な、今ナイキのランニングシューズと合わせてるんですけど、足元とかにナイキとかアディダス持ってきて合わせてもいいんじゃないかなと思います。まあ、アディダスだとちょっと微妙ですかね。あの3本ラインがあるんで、まあ、このナイキとの相性いいんじゃないかなと思います。ソックスもこんな感じで合わせてみました。これソックスいろんなカラーがあって、チラ見せで色物持ってくるのもいいかなと思います。履き心地はめちゃくちゃいいです。すっごいストレッチ効いてて、生地感的にはまあオールシーズン向きだと思うんですけど、真冬はちょっと寒いかもしれないです。ということで、もう今の時代にぴったりな、動きやすくて室内でも使えてスポーツでも使えて、デザイン的にもおしゃれなんで、その辺のお出かけにも使えて、もうこの意識あれば全部こと足りるんじゃないかなと思うような感じなんですけど、今回紹介したこの他にももちろんレディースもありますし、あのかぶりのパーカーとか、もっとよりスポーツウェアに近いものだったり、よりおしゃれ着として着れそうな、まあ、スウェットとか、どっちかというとルームウェア寄りのスウェットとか、キャップとか小物とか、いろんなアイテム出てますんで、気になる方はぜひ、特別にお安くなるクーポンコードもいただいてるので、よかったらぜひ動画の説明欄からチェックしてみてください。ということで、このチャンネルでは月ファミリーおすすめのファッションアイテムやライフスタイルグッズなどをご紹介してますので、よかったら YouTube、TikTok、Instagram などチェックフォローお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。